ましょう。いや、さよナイス待って。はい、どうやった。どうした、ナイスキャッチャー。どっちかね、シード。しんどかった。しびれたね。あれしんどかった。あとはもう日本一になるだけです。今日はスーパーやった。取っておいてよかった。おめでとう、感動した。パワー、por favor。パワー。大阪。大阪パワーね。お願いします。ナイスピッチ、すごいピッチ。クライマックスシリーズファイナルステージ進出を決めました千葉ロッテマリーンズ吉井監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。吉井監督、まずすごいゲームでした。試合っていかがでしょうか。そうですね。本当みんなピッチャーもバッターも頑張ってくれました。これやばいっす、ね、興奮、野球人生で一番興奮したかもしれないよ。おた、いた、これで次に行けるんで、このシリーズ残念ながらもした人もまたチャンス来たんでね、また
張り切ってプレーしましょう。以上です。おい、スーパーやつだ、行っとけ、止めとけ。え、皆さんで大阪乗り込んでいきましょう。皆さんで大阪乗り込んでここに帰ってきましょう。さよう。お疲れ様でした。すごい試合でしたね、最後。球場雰囲気も今までないような、なんか独特の、まあ、もうそんなの感じてるところじゃなかったんで、そうそう、いろいろありましたんで。これはもしかして ビートルズです、うん、もう選手たちがすごかったっていうことかなと思うんですけど、一言だと思うかなと思うんですけど、大島中子で頑張ったし、あと、まあ、ブルペンも本当うまくいって、最後本当サーマのとこだけ、あの相手のミモリの故障で、打順がちょっと変わったんでね、うん、急にあこれ変えた方がいいかなと思って変えちゃったんで、ちょっとイレギュラーな登板だったんで、あれは申し訳なかったです。その失敗を選手が本当カバーしてくれて助かりました。まず角中荻野のベテランがしぶとく出て、はい、で雄大が一発で仕留める。本当すごかったね。まあもともとあの BP バッティング練習なんか見てたら、結構打球飛ばす力持ってるんでね、狙えばやっぱホームラン打てるんだなと思って。ただこうフライ上がると打球が弱くなっちゃうんで、ああいうライナー性のボールが行く飛ぶんでね、あれずっと心がけてほしいと思います。そして最後はスーパー安田が、スーパー安田は打つと思いましたよ。今日もあのスタメンじゃなかったんで、はい、朝来た時にちょっとこうがっかりしてたんで、でもピッチャー勝ったらすぐ行くから準備しとけよって言ったの、ちゃんと準備してくれてました、ね、そうですね。いよいよ次は大阪に舞台を移しての試合になります。そうですね、まあ、本当野手の方はみんな調子上げてきていい感じなんですけども、ピッチャーは先発の枚数がねギリギリだったんで、ちょっとリリーバー負担かかっちゃったんでね、まあ、しっかり調整明日休んできついと思いますけど、ね、頑張ってくれると思います。監督もだいぶ声が枯れちゃいました。声ね、試合終わったらそんなに声出しているつもりないんだけども、声出なくなるんですよ。もともと喉弱いんです。カラオケも1曲だったらもう声出なくなっちゃう。18番は何ですか。18番はそれは言われます。ありがとうございます、はい、じゃあまたよろしくお願いします、はい、失礼します。